シートン電気軌道はイングランド南西部のデボン州に存在する電気鉄道。創設者の鉄道趣味が原点となった鉄道路線でイギリス各地の路面電車をもとに作られた小型電車や本物の旧型路面電車が活躍している。シートン電気軌道の創設者はロンドン北部の町バーネットで電気自動車などを生産していたランカスター電気工場の社長。 クロードレインである。鉄道、特に路面電車が大好きであった。彼は自前で路面電車を作り実際に走らせるという夢を抱いていた。そこで1949年に実際の路面電車を模した小型車両を製造して各地のイベントで走行させたのに続き、1952年からはウェールズのリルで高級的な営業運転を行った。それと並行して、 1953年には、イングランド南部のイーストボーンにモダン、エレクトリックトラムウェイリミテッド社を設立し、610mm ゲージの小規模な電気鉄道を開業させた。これがイーストボーン電気軌道である。乗客増加により、新型電車の製造や車両の大型化が進められた一方、クロードはイーストボーンへ鉄道事業を集中させるため1957年に、 ビルの路線を廃止した。だが1960年代以降、モータリゼーションの中でイーストボーンの道路網が整備されるのに伴い路線の保有免許が更新されない見込みとなった。そこでクロードは新たな路線、それもより大規模かつ大型車両が走行できる場所の模索を始めた。1960年代のイギリス国鉄は収支改善を目的に、 各地の不採算路線を廃止するビーチングワックス政策を推し進め、その中でウェストオブイングランド本線から分岐し、シートンへと伸びていたシートン支線も自動車の普及で乗客が減少したため1966年3月をもって廃止された。これを受け、クロードはこの廃線跡を活用し新たな電気鉄道を敷設する計画を立てた。 イギリス国鉄など行政との交渉は難航したものの1969年12月に新規路線布設の許可を所得し、同年から翌1970年にかけてクロードはアシスタントのアラン・ガードナーと二人がかりでイーストボーンで活躍していた車両をシートンへと移動した。そして1970年8月28日、シートン電気軌道が開業した。ただし当初は、 シートン・ボブスワース橋間までの運行で、河川電化もなされていない状態であり、車両には蓄電池を備えた付随車が連結されていた。そのため、翌月以降一時路線を閉鎖した上で、コリフォードまでの路線延長や、河川電化などの工事を行うこととなった。だが1971年4月2日、その工事の完了を見ることなくクロードレーンは、 心臓発作によりこの世を去った。クロードの没後、彼の老いのロジャーレーンが、レーン家による資金援助が続くよう遺族を説得し、取締役会に加わった。また、長年、アシスタントとして活躍していたアランガードナーが、マネージングディレクターに任命されたほか、シートン電気機動の大規模工事を支援するため多数のボランティアが参加した。その結果、 1971年9月4日に、ボブスワース橋コリフォード駅間が延長を開業し、1973年には電化工事が完成した。それ以降も、路線延伸工事は続き、1978年の水害で工事中の区間のバラストが流出する被害を受けたものの1980年にコリトンまでの路線が開通。現在の路線網が完成した。 その後は増え続ける利用客に対応すべく車両の増備や各地の路面電車の導入が行われる一方、需要や再開発に応じた施設の更新も行われている。例えば、シートン駅は1975年当時駅舎がなく小型車両を再利用して切符販売や売店営業を行っていたが、1995年にエドワード王朝町長の屋根やガゼボ町の駅舎を設けた。 ターミナル駅となり、線路の配線も変更された。その後、駅周辺が再開発されたことにより、サイドシートン駅の建て替えが行われ、2018年6月28日に3代目の駅舎の使用が開始された。4本の線路の上部を覆うトレインシェットがある駅舎では、創業者であるクロードレーンにちなんだクロード S という名の売店を兼ねた喫茶店も営業している。 シートン電気軌道は単線で0.5マイルおきに列車交換が可能な信号場が設置されている。駅は終端駅であるシートン駅、コリトン駅、交換可能な中間駅のコリフォード駅が設置されているほか、シートン駅と別方向に分岐するリバーサイド車庫があり、イベントなどで乗降可能となる時がある。二月中旬からイースターまでの間は週末のみの 運行、以降10月末までは毎日運行しており、それ以外の期間は運休、もしくはシャトルバスによる代行輸送を実施している。ただし、運休期間にも、絵本、ポーラーエクスプレスとのコラボレーション企画である、家族連れを対象としたクリスマス列車や、シートンコリフォード間で、バードウォッチングが楽しめる、臨時列車が運行されるほか、年末にも営業運転が実施されている。 通常は20分間隔で運行しているが、4月中旬や10月など一部の期間は30分間隔となる。イギリス各地の路面電車車両をもとにスケールを縮小した小型電車や各地の路面電車で実際に活躍していた旧型電車が活躍しており、2018年現在14両が在籍している。なお、シートン電気軌道では所有車両を用いた 体験運転を実施しており、半日や終日、沿線のホテルへの宿泊も含めた2日間など、多数のプランが用意されている。ありがとうございます。